ニールス・スポール・ニール・センはデンマーク・コペンハーゲン出身のサッカー選手。デンマーク代表史上最多体の52得点を挙げた。現役時代のポジションは FW。1912年にはデンマーク代表としてストックホルムオリンピックに出場し銀メダルを獲得した。クラブは生涯を通じてケベン・ハウン BK に在籍し6度のデンマークリーグ優勝を果たした。 ストックホルムオリンピックのデンマーク代表メンバー。左から5番目が、ピー・ニールセン・ニールセンがまだ子供の頃、料金を支払わずに、スタジアムに入ろうとしたことがあった。そのことが理由で、彼のニックネームは、ただノりを意味する、グラティストになり、それが省略されて、ティストになった。コペンハーゲンに生まれ、選手キャリアを通じて在籍することになる、ケベン・ハウン BK でサッカーを始めた。 1910年5月5日、デンマーク代表史上最年少の18歳131日で、デンマーク代表デビューし、1908年に、ビルヘルム・ボルフハゲンが作った記録を塗り替えた。1918年、18歳51日で、デビューしたバルデマル・ラウールセンに塗り替えられた。ロンドンオリンピック閉幕5発の代表戦で、代表デビューし、1912年には、 ストックホルムオリンピックのメンバーに選出された。出場機会はオランダ戦の1試合に止まったが、代表出場3試合目となったこの試合で、代表初得点を挙げた。デンマークは決勝でイギリスに2の4で敗れたものの、銀メダルを獲得した。ストックホルムオリンピック後、デンマーク代表では記録的なペースで得点を重ねた。 ケベン・ハウンでは1913年と1914年にリーグに連覇を果たした。1913年から1916年6月、スウェーデンを10の0で破った試合では、1人で6得点を挙げ、ドイツを4の1で破った試合では、1人で4得点を挙げた。1916年6月時点では12試合出場23得点の成績を残している。1917年、 1918年、1922年、1925年には、ケベン・ハウンでリーグ優勝し、デンマーク代表でも、かなりの得点を挙げた。1923年10月14日には32試合目の出場を果たし、ソフス・ハンセンが1920年に樹立した、デンマーク代表最多出場記録を塗り替えた。百二十五年九月の試合が代表での、 ラストゲームとなった。38試合に出場して52得点を上げているが、このうち26得点はノルウェーから上げた得点であり、15得点はスウェーデンから上げた得点である。52得点はデンマーク代表最多得点記録となり、長らく破られていない。2010年6月には、ヨンダアルトマソンが52得点目を上げて、ニールセンの記録に並んだ。 最多出場記録は1931年6月にミカイル・ローデによって塗り替えられた。キャリアを通じて FIFA フフワールドカップに出場することはできず、世界の舞台に立ったのはストックホルムオリンピックのみである。1962年8月、コッペンハーゲンにて70歳で死去した。デンマークリーグ1913、1914、1917。 1918、1922、1925 19ストックホルムオリンピック、銀メダル。ありがとうございます。